明日のメンバーをね発表したいと思います。発表もう知らないのかみんな。あ、明日は誰だと思いますか。なんでさんじゃない、たまちゃんじゃない、ももこじゃない、あすかさんじゃない、生田さんじゃない、白石さんじゃない、みずきじゃない、あやじゃない、かなさんじゃない、梅じゃない。今んとこ見てないよ。あ、出た出た。よだです。出ましたね。明日はよだなので。よだね。どこ叩いてんの、え、どこ叩いてたらいいんか。めっちゃ無意識。あ、コメントか、コメントね、ごめんね。よだちゃんどうします、宿題をね、そう決めるたいんですけど。よだよだ大丈夫ですよ、体調は大丈夫です、大丈夫です。人間なのでね、体調を崩すこともあります。宿題を決めてほしいんでございます。メンハラないよそんなのどうする。あ、焼き芋懐かしいね。セクシーの焼き芋なんだっけ、セクシーに焼き芋いいね。なんか初期のやつをやってほしいよね。印象的だな焼き芋。今もおそらく好きですよ、ヨナちゃん。じゃあそれにしますか。どうでしょう。年ハラじゃないよやってたからね、ヨナが自ら。ヨナへセクシーに焼き芋行ってください、前回より。どうでしょう。そのハラスメントじゃないよね。宿題、よだえセクシーに焼き芋行ってください、レンカより。懐かしい。これ最初にやったのってあれ、このなんだったの、乃木ビンゴ8かな。あの最初の自己紹介でやったやつですかね、最初あの時よりパワーアップしてたいんですけど、久々、握手会で結構なんかめっちゃ見てくれてるって思うとドキドキする手つきで焼き芋。はいありがとうございました。熱っ恥ずかしい。焼き芋の季節やね。焼き芋食べてますか。そういう気もね、最近焼き芋2キロ買って、生の焼き芋、焼き芋じゃないか、生の芋を2キロ買って、ちょこちょこなんか朝家出る前に焼いて、車にもなんかアルミに包んで車に持って行って、車で焼き芋を食べたりとかしてますね。秋だから美味しいよね。うん、青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。